現在、人々は多くの絵文字を使っています。文字で会話する際の欠点は、話し相手の顔が見えないことですよね。そのため、相手の感情がよくわからないのです。テキストだけだと様々な解釈ができてしまうので、絵文字が重宝されています。絵文字をたくさん使うとなると、自分の気持ちを相手に伝えることが重要になります。そしてオープンであったり、シンプルだったり、優しい感情まで表現できます。それに、自分が正直で感情を隠さず、良い意味でも悪い意味でも他の人と共有できるということを示唆しています。また絵文字は相手との親密さを表現するためにも役立ちます。そのため、好きな人にテキストするときに相手に近づきたい場合には、絵文字を加えるのが効果的です。文法が完璧な文章を書くタイプ。短いテキストは E メールとは違い、公式なものではないので、砕けた言い方を使ったり、文法や句読点の規則を無視することがよくあります。でも相手によってはそれでリラックスできる人もいるし、正しい文章を好む人もいます。基本的な文法の規則を破らずにテキストする場合には、言葉遣いに気をつけているので、ある程度の距離を保って付き合いたいということを示していることになります。教養があるというイメージを大切にしているので、相手にそう見られたいのかもしれません。笑いや W を多用するタイプ。文の最後に WW や笑いを加えるのが好きな人もいますよね。今日は映画を見たんだ W や、後でコーヒーを飲みたいな笑いなど、このようなテキストの場合、別に楽しいことではないので最後に笑いをつける必要はありませんが、なぜかやたらと使いまくってしまうのです。この傾向は温厚な人に多く、最後にこれらの文字を加えることによってメッセージにさりげなさを加えているんです。でもテキストを受信した相手に失礼だと思わせないことが大切です。多分周りのみんなを楽しませたり喜ばせるのが大好きな素敵な人なのでしょう。でも自分の本当の気持ちを笑いの後ろに隠してばかりではいけませんよ。時には正直で率直に答えたり、限度を決めなければならないということを覚えておきましょう。多くのタイプミスをしてしまうタイプ。多くの人々は注意しながら文章を書き、メッセージを送信する前に何度か読み直したとしても、時々タイプミスをしてしまいます。研究者たちによると、それは詳細ではなく全体的な意味に焦点を合わせているため、自分自身では間違いに気づきにくいのだと言われています。画面に表示されている画像が頭の中のイメージと同じだと把握しているので、間違っている部分を自分でチェックして修正するのは簡単なことではないのです。でも中には常にタイプミスをしてしまう人もいますよね。タイプミスなしでテキストを書くことができないので、メッセージを解読する側にとってはかなり大変なこともあります。これはテキストを読み直さずにそのまま送信してしまうことによって起こるのです。この傾向は退屈なことに時間を使いたがらない外交的な人々にありがちで、不注意でせっかちなタイプの可能性もあります。また送信する相手と仲が良く、気を使う必要がないので、相手にどう思われるかあまり気にしていない場合もあります。自分のテキストに対して慎重すぎるタイプ。これらの人々は前述したタイプとは異なり、メッセージを徹底的に読み直して細かいところまで全て修正して、テキストが完璧なことをチェックしなければ気が済まないタイプの人です。大切なメールを書くときには誰でも念入りにチェックしますが、テキストの場合ほとんどの人はそれほど気にはしませんよね。文法や句読点を重要視し、全てのテキストを注意深くチェックしてから送信する人は相手を喜ばせたがるタイプです。でも完璧な文法で自分の教養を誇示したがるタイプとはちょっと違います。この場合、相手に絶対に誤解されたくなかったり、相手にどう思われるかを気にしているということです。そして常に対立を避けたがります。複数の短いテキストを送信するタイプ。このタイプの人々は時間をかけてよく考えてから一度にメッセージを送信することができません。ですので考えが浮かぶと忘れないようにすぐにテキストしてしまうのです。これはオープンでエネルギッシュな人々に多く見られます。注目の的になるタイプで、多くの友達とつるみたがります。
そして自分の好きなことに対しても野心的で情熱的です。短い答えを好むタイプ。長くて詳しく書かれたメッセージに対してうん、または OK などで応答する人々がいますよね。これは多分控えめな人で自分の感情を表現したがらない人です。人との付き合いや出会いよりも自分一人で時間を過ごすことを好む内向的な性格かもしれません。また独立していて論理的で自己流の意見や見解を持っている人です。不必要な話し合いや余計な言葉を好まず的を得た話をしたがります。それか実生活が忙しく長い返事をする暇がないという可能性もあります。長いメッセージを書くタイプ。テキストが長く気遣いが見られる場合には言いたいことがたくさんあるということです。また細かいところまで気を配り論理的で事実に基づいた会話を好みます。決断を下す前に熟考して全ての選択肢を検討したがるタイプです。それか文脈をかなり気にしていて深い話をしたがるタイプです。好奇心が強く繊細で人の気持ちに注意を払っています。正しく理解してほしいと思っているので重要なことを全て説明するために注意深く長い返答をしているのです。返信が遅すぎるタイプ。これは返信するまでかなり時間がかかってしまう人々のことです。元気にしているかどうか聞かれて返信してもその返答に1週間かかってしまいます。このタイプの人々は常にやることがたくさんありかなり忙しいのでしょう。一つのタスクに集中したがるのでテキストなど他のことに気を取られたくないのです。それかかなりの気分屋だということ。適当に答えたくないので気が乗るまで待ってからよく読んで返信しているのです。このタイプの人にとっては句読点もかなり重要です。句読点の間違いによってテキストが台無しになってしまうということもありますからね。ちょっとした間違いでメッセージの意味が変わってしまうことがあるので気をつけましょう。簡単譜をたくさん使う。簡単譜は紙に書くときよりもテキストメッセージで頻繁に使われています。テキストでは相手に気持ちを伝えにくいことがあるので簡単譜は誠実さや興奮を表現するために使われることがあります。でも頻繁に使う人の場合相手に理解してもらいたがっていることもあります。そして誠実だったり不安だったり興奮しやすいと取られることもあります。余談ですが読点をよく使う人々は人と馴染みやすく平和的だとみなされます。でも疑問符を使いすぎる人は自信がなくて決定を下すのが苦手だという印象を与えてしまいます。ちなみに私の場合テキストメッセージでは常にサムズアップです。